安心マイライフの時間です。この時間は慶寿総合病院の取り組みなどについて皆さんにご紹介しています。慶寿総合病院診療部長山崎正秀先生です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は新型コロナウイルスワクチンについて2週目となりますけれども、その有効性効果について伺っていました。結構な高い確率で有効性があるというふうに伺いましたけれども、それ以外にどんなことが挙げられますか？はい、このワクチンを2回しっかり接種することで、おそらくかなりの確率で発症予防あるいは感染予防ができるだろうという話はしました。ただまあ今非常に問題になっているのは変異ウイルスのことですよね。で、変異ウイルスというのは現段階ではそのウイルスに対して今私たちが接種する、ワクチンが有効であろう、ほぼ同等に有効であろうというふうに言われていますが、今後どのような変異ワクチンが出てくるか分かりません。それから先ほどかなりの確率でウイルスの感染あるいは発症予防ができると言いましたが、 100% というわけではないので、例えば体調が悪い時に同じものを食べても食中毒になる方とならない方がいるようなもので、やはり体調が悪い時にやっぱりウイルスと接触すると感染する可能性は当然あるわけですね。なので私たちがお願いしたいことは、こうやってワクチンのいいことを話していますが、実際にワクチンを2回接種したからといってもう絶対大丈夫、大勢でカラオケ行ったり飲み食いしてもいいのかしらって、そうじゃないんですよと。やはり国民の多くの方々がワクチンをしっかり接種して、いわゆる集団免疫、国民の半分以上の方々がしっかり抗体ができるという時期までは、今まで通りマスクをする、うがいをする、手洗いをする、それから3密を避ける、から大勢で大騒ぎしないというのは続けていってもらうってことはぜひお願いしたいことだと思っています。ほう、先生、そうするとですよ、ワクチンを国民の大半の人が接種して、でその2回接種してかなりの確率でならないのではないかというところまでいったら、このマスクの生活はなくなるんですか？この辺はなかなか難しいところですよね。例えば私たちは毎年のようにインフルエンザワクチンを接種しているわけですね。ところが私もそうですけど、やはり、ワクチンを接種しても何年に1回かは感染するっていうのは現実です。そうしますと、やはりマスク、うがい手洗いがない状態でこの新型コロナに接触してしまう、あるいは感染してしまうと、やはり人によっては重症化する可能性は十分あるので、やはり今後もうがい手洗いマスクという大事なことは変わらないんだと思いますね。はい、確かにこのマスクをしているおかげでインフルエンザっていうのは今年っていうか去年から少ないですもんね。そうですね。私たちもこの病院で長年働いていますが、正直言って今年は1名もインフルエンザの患者さんを見ませんでした。でこれはうちの病院だけではなくって、石川県あるいは全国的にもほとんどインフルエンザの方がいなかったということが分かっています。これは何かというと、私たちがしっかりうがいをし、手洗いをし、しかもマスクを常にしていたということですね。ですからそういう意味では今回の、私たちの自分たちを守る行動というのはインフルエンザにとっても非常に有効であったということになりますね。本当ですね、はい、だからといってずっとしてるのやっぱりしんどいので、早くこのコロナが終わってほしいなというふうには思いますけれども、やっぱり先生、副作用、はい、心配なんです。はい、そうですね、新型コロナワクチンの、副反応に関して、副作用についてはかなり多くのことが分かってきました。正直言って辛いものを含めるとほぼほとんどの方に何らかの副作用が出ます。で一番多い副作用は注射した場所の痛みです。前回もお話ししましたが、よくテレビで打った後全然痛くなかったわと言って笑っている先生方、看護師さんがいらっしゃいますが、正直言って痛みが出るのは大体接種して、半日、12時間から1日経ってからが一番強いと言われています。でやはりワクチンを打つと、半分以上の方、6割から7割の方はこの痛み、注射をした場所の痛みを訴えるようです。
ただ実際には本当に痛かった時はいわゆる痛み止めを飲むことで十分我慢できるようなものであり、かつほぼ1日で消失する痛みですので、そういう意味では安全安心できると思います。それからインフルエンザのワクチンを打った方々も経験あると思いますが、打った場所が赤くなって腫れて少ししくりになることがあります。でこれも、やはりこの、新型コロナワクチンでもあるようですね。で私たちが実際に一番懸念している問題は2つあります。1つは発熱です。で実際に私たちはこのワクチンを2回打つわけですけども、1回目の時には熱が出る、特に高熱が出る方はあまりいなくって、まあ、せいぜい7度5分程度の熱が出る方が 1,2 割と言われていますが、これも1日で消失します。ただ日本のデータでは2回目の接種をすると半分以上の方がやはり熱が出る、まあ、報告によっては7割8割ぐらいの方が微熱、もしくは人によって8度9度の熱が出る方もいらっしゃるということで、熱に対しては注意が必要です。でこれも大体注射をした翌日に熱が出て1日ぐらいで下がります。でただやはり8度以上の熱が出ると私たち医療従事者は仕事をするのもなかなかためらわれますので、例えば当院での予防接種に関してはワクチンを接種した翌日に休みが取れるような形で接種の日程を組むつもりでいます。あ、そうなんですか。というふうにやはり1回目より2回目の方が副作用は強いかなということは注意する必要があります。ただ今言った接種部位の痛み、腫れ、熱はほとんどが翌日に出て1日ぐらいで改善するものですので、そこは心配いらないと思います。はい、反対に熱が出たら本当に心配になっちゃいますけれども、これはまあ大丈夫な熱だというふうに思っておくっていうのは皆さんに、そうですね、ですから基本的には、1日ぐらいの熱はだいぶ大丈夫な方多いんですが、心配な方は実際に、まあ、いわゆる発熱相談センター、副反応せ、相談センターというのが、石川県に限らず全国で設置されていますので、そこに問い合わせてみてください。でそこで持病がある方ですとか、はい、熱以外の症状をお聞きすることで、これはちょっと違うかなという場合にはかかりつけ医あるいは専門医を受診するように指導してくださいます。あ、確かにね、熱が出ると今本当にびっくりしますから、副反応、副作用でも出ることがあると知っておくというのは大事ですね。そうですね、あとはやはり体の弱っている方、衰弱している方については予防接種をすることで高い熱が出たり嘔吐下痢をして、体調を崩す方もいらっしゃいますので、衰弱しているようなご高齢の方にはあえて打たないという方がいいかもしれません。その辺は実際に接種する先生あるいはかかりつけ医の判断になりますね。はい、先生、アナフィラキシーって呼ばれるものは、はい、今言ったものとは違うってことですか。はい、アナフィラキシーというのは今言ったワクチン接種に伴う副反応の中とちょっと違うものです。アナフィラキシーという言葉もなかなか聞き慣れませんが、一番僕らが経験する、あるいは皆様ね、身近だとすれば、例えばスズメバチに刺された後に息が苦しくなったり、気が遠くなって救急車で運ばれるとか、あるいはよく食べ物に対するアレルギーで学校給食で食べちゃいけないものを食べちゃって救急車で運ばれる、こういうのがアナフィラキシーと言われるものです。でアナフィラキシーというのは、先ほど言いました、ごめんなさい、先ほど言いました熱とかそれから接種部位の痛みとかは、これはどちらかというと一過性の現象でワクチンによる正常な免疫反応と考えるんですが、アナフィラキシーというのはアレルギーの原因になるアレルゲンというものが体内に入り込んで複数の臓器に全身性にアレルギー反応が起こされ、場合によっては命に危険を及ぼすかもしれない過敏反応と言われるものです。でこれは基本的にほとんどが接種後数分ないし十数分以内に現れます。
なので、皆さんもよく聞くと思いますが、過去にアレルギーの経験がある方は接種した後30分はその場にとどまってアレルギー反応、さらにはアナフィラキシーに至らないかどうかを検査する、検討するということになりますね。はい、わかりました。ね、ちょっとそれを聞くと怖くもなるんですけれども、やはり効果が高いっていうのもありますし、やはりそのコロナになってしまうっていうのが怖いですから、考えていかないといけないのかなというふうに思います。今日はその副反応を中心にいただきました先生からお話、そしたらもう一周先生からお話伺いたいと思います。はい、先生今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。慶寿総合病院診療部長の山崎正秀先生でした。。以上、安心マイライフのコーナーでした。